こんにちは、 CBC アナウンサー榊原裕介です。同じく CBC アナウンサーの吉岡直子です。さて、方言でニュースを読むという企画です。我々アナウンサーは方言をなくせなくせなくせって言われて、そうですね、いるじゃん。はい、真逆に行くの。そういうことなんです。これ逆に難しいかもしれませんよね。え、今アナウンサー何年目ですか？6年目です。私は12年です。はい、倍です。この間ずっと方言を殺して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 、もういなくなったと思ってるぐらい。もう一回引っ張り出してきていただくという。どうすんの、明日からの普通の普通の業務困るじゃん。まあね、その名古屋弁で、僕はだから名古屋弁なんですよね。吉岡さんはご出身が？私福岡なんですよ。はい、ということは、いわゆる博多弁。ああ、これもう女の子が話すともうみんな喜ぶこの博多弁ですね。喜ばれることは多いけど、でもそれは一部の博多弁だけで、はい、大体は汚いですよ、割合。まあ、じゃあ今日はどんなこの方言のニュースが聞けるのか、まずは普通の我々がニュースを読んでいるように、まずは読んでいただきます。今日から3日間、市内の商業施設では秋の感謝祭として野菜と魚の詰め放題のイベントが行われています。野菜の詰め放題で用意されたのは新鮮なジャガイモ、玉ねぎ、ブロッコリーなど、1袋300円でなくなり次第終了です。初日の今日は午前10時のオープンとともに多くの客が詰めかけました。中にはジャガイモを22個詰め込む強者も現れ、他のスーパーで買うよりはるかに安いと笑顔で話していました。また1袋1000円の魚の詰め放題ではアジ、サンマ、サケなど5種類およそ300キロ分が用意されました。客は1回につき10人限定で、制限時間は5分です。4キロ詰め込むことに成功した男性に話を聞くと、サンマが好きでとにかくサンマだけを詰め込んだと笑顔を見せていました。今年のサンマは例年に比べると小ぶりですが、油がしっかり乗っていて例年通り美味しいということです。この野菜と魚の詰め放題は明後日まで行われます。はい、まあ、これは違和感なく普通の、普通ですね、いつも通りです。はい、これが、いや、博多弁で読むとどうなるのか、お願いします。へー。今日から3日間、市内の商業施設では秋ん感謝祭として野菜と魚の詰め放題のイベントが行われております。野菜の詰め放題で用意ばされたんは、よかじゃがいも、よか玉ねぎ、よかブロッコリーやけんね。一袋300円でのうなったら終わりたい。初日今日は午前10時オープンとともに多くの客が詰めかけた場合、中んはじゃがいもを22個詰め込むすごか人も現れ、他んスーパーで買うよかはるかに安かとよか顔で話しによりました。また一袋1000円の魚ん詰め放題では、アジ、サンマ、サケなど5種類およそ300キロ分が用意されよりました。客は1回につき10人限定で、制限時間は5分やけん、4キロ詰め込むことに成功した男性に話は聞きおりましたら、ちかっぱサンマが水筒券、とにかくサンマだけば詰め込んだとよとよか顔を見せよっちゃったよ。今年のサンマは例年に比べると小ちゃかですが、油がしっかりのっとるけん例年通りうまかということです。この野菜と魚の詰め放題は明後日までやりよるけんね。はい、という、まあ、のよかとかああいうものはね、はい、聞きなじみがあるものですよね。恥ずかしいよこれ。どうですか、やってみて。いや、もう結構難しい。でも12年封印していたとは思えないぐらい出てましたね。やめてください、そんな普段からなまりながらニュース読んでるみたいじゃないの。ちかっぱ、あ、そっか、ええ、皆さん、ちかっぱというのは福岡の方言で、とてもという意味です。
へえ。ちかっぱ何何やけんとか。ちかっぱ水筒と。と水筒、うん、まあちかっぱ水筒けんとか。ああ。かな？そういう使い方。そういう使い方。なるほど。まあ、え、まあこれはもういいよ。私のはまあ、はい、それより。ええ。君は。はい。名古屋人じゃないか。そうですね。ですので名古屋弁でニュースを読みたいと思います。今日から3日間市内の商業施設ではよ、秋の感謝祭として野菜と魚の詰め放題のイベントが行われとるんだって。野菜の詰め放題で朝早から増ししとったのは新鮮なジャガイモ、玉ねぎ、ブロッコリーとかだわ。一袋300円でのうなったら終わりだで買うわ。1日目の今日は朝10時のオープンと一緒に行さんの客が詰めかけたそうだわ。中にはジャガイモを22個詰め込むつわものもおってよ、他のスーパーで買うよりはるかに安いと笑って話しとったわ。一袋1000円の魚の詰め放題ではよ、アジ、サンマ、サケなど5種類だだ300キロ分用意されとったわ。客は1回につき10人限定で制限時間5分しかないでかんわ。4キロも詰め込んでござった男性に話聞くとよ、サンマがデラ好きでどえれげねえ数のサンマだけを詰め込んだ笑って話しとったわ。今年のサンマはいつもよりちっちゃなっとるけどよ、油がぎょうさんのっとっていつも通り海あでかんわ。この野菜と魚の詰め放題、あさってまでやっとらせるわ。はい。カメラの後ろでずっと笑いをこらえてらっしゃったの。いつもスマートな榊原くんがこんなに濃ゆい名古屋弁が出るなんて濃厚でした。やっぱ染み付いているものはありますね。結構祖父母と暮らしてることが小さい頃あったんで、はいはい、その分浴びてきたっていうのが多分染み付いてますね。あと私結構わからないもありました。おう、うんとね、行さん。あ、それはね、かけたギリギリわかったんですけど、なんか、回し？あ、はいはい、回ししとったっていうの。回し？そう、名古屋弁では準備すること回しするって言うんですよ。回しするが準備するなの？そう、だからはよ。はよ回ししなかんわとか。あ、本当にわかんない今のは。遅れるでチャット回ししや。あ、もう本当にわかんない。チャットってネットのチャット？チャット急いで早くっていう。朝遅れるから早く準備 しや準備しなさいっていうのがそう回し。今もう言葉の始まりにさ、ちょっとね、名古屋線もうギューって染み付いちゃったじゃん。ましたけど、まあ、そんなところもありましたね。これで我々、明日から大丈夫ですか？6年12年やってきましたから。本当？はい。明日の朝一のニュースとかみんなに迷惑かけないかな。まあこんないろいろな方言で呼んで、まだ他のねアナウンサーの方も聞きたいですよね。本当ですね。まだ続編もこうご期待ということで。